はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、ついに 1.8 横浜アリーナ大会で行われました、新日本プロレス VS ノアの対抗戦、こちらがですね、本日、ニュージャパンワールドの方でもついに解禁ということで、まあそのペーパービーをね、買って見れずにいた方もついにね、今日から見れているわけなんですけど、まあそちらのね、感想動画というのは過去に動画僕2本上げていますので、そちらもね見ていただけたら大変ありがたいんですが、今回はですね、新日本プロレスとノアが、じゃあ仮にもう一度対抗戦を行った場合の、ドリームカードですよね。僕が個人的に思う、もうこれ以上のドリームカードはないだろうっていうカードをねちょっと考えてみたので、今回はねそちらについてお話ししていきたいと思います。はい、まあ今回はね完全に僕の、妄想でございます。はい、まあね、この対抗戦っていうのが、まあ、次があるのかないのかっていうのは現状何とも言えない部分ではあるんですけど、まあね、そこをね想像で補うのがこのプロレスファンのね、楽しみの仕方かなとも思いますので、まあ、今回は僕がもう完全妄想で、新日本とノアの対抗戦を行う場合の最高のドリームカードというのをね、全部で第12試合考えてきました。はい、早速ね、紹介していきたいと思います。はい、でまず第1試合目がですね、これが、高橋ひろむ選手 VS 覇王選手の、スペシャルシングルマッチ、うん、で第2試合目が、石井選手 VS 稲村選手の、こちらもスペシャルシングルマッチ、はい、で第3試合が、石森選手 VS 早田選手のこちらもスペシャルシングルマッチ、はい、で第4試合が、杉浦選手 VS 鈴木みのる選手の、スペシャルシングルマッチ、はい、で第5試合が、小川選手 VS ザック選手の、スペシャルシングルマッチと、はい、で第6試合が、イービル選手 VS、塩崎豪選手の、IWGP ネバー無差別級選手権、第7試合が、デスペラード選手 VS 陽平選手の IWGP ジュニアヘビー級選手権、はい、第8試合が、丸藤選手 VS ウィル・オスプレイ選手の、ブリティッシュヘビー級選手権で、第9試合が、棚橋選手 VS 武藤選手の IWGP US ヘビー級選手権で、第10試合が、剣王選手 VS 内藤選手の、GHC ナショナル選手権で、こちらがダブルメインイベントの、第11試合が、中島選手 VS 高木選手の GHC ヘビー級選手権、そしてメインイベントが、岡田選手 VS 清宮選手の IWGP 世界ヘビー級選手権というね、はい、こちらの12試合がもう僕が現状思う、 もう最高のドリームカード、ノアと新日本プロレスが、対抗戦を行う場合の現状の最高のドリームカードかなと思うんですよ。うん、全試合が、シングルマッチなのに加えて、なんかスペシャルシングルマッチ多すぎ問題とか、タッグがね、1試合もないとか、いろいろ、まあ、欠陥を抱えているね、カードではあるんですけど、まあ、今回はあくまで、本当に見たい、純粋に見たいなっていうカードっていうのを、集めてみました。うん、はい、というわけで、まあ、ちょっとね、一試合ずつ解説していこうと思うんですけど、まず一試合目の、高橋ひろむ選手 VS 覇王選手。うん、まあ、今回ね、この試合選んだ基準として、その 1.8 対抗戦を見て、結構その点がね、線につながりそうな試合っていくつかあったんですよ。その試合が終わった後に、選手同士がまた次やろうぜみたいなことを、言い合ってるね、選手っていうのも何人かいらっしゃったので、まあ、そういう選手たちに関しては基本的に、優先して組みました。で、今回のこのヒロム選手 VS、覇王選手っていうのも、ヒロム選手の方から、覇王とやりたい、覇王とやりたい、覇王とやりたいっていう風に、こうずっとね、アピールしていて、で、覇王選手っていうのも、俺もね、もっと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 ヒロムちゃんとやりたいよみたいなことを、ツイッターで反応されていたので、まあこれはもうスペシャルシングルマッチ組みましょうということで、もう第一試合で組んでみました。はい。で第2試合の、石井選手 VS 稲村選手というのも、こちらも 1.8 ね、見られた方だったら分かると思うんですけど、この2人ね、めちゃめちゃバチバチにやり合ってたんですよ。ですごい、僕この2人ね、手が合うと思うんですよね。うん、稲村選手って多分その 1.8 の対抗戦で、最も株を上げた選手の一人かなって僕は思ってるので、あの石井選手と本当に稲村選手のゴツゴツした真っ向からの勝負っていうのは間違いなく手が合うと思いますね。うん、で2人ともなんかすごいお互いをね、意識されてるような発言していたので、まあ、この2人はね第2試合で組みました。はい、で第3試合が、石森選手 VS 早田選手ということで、
僕個人的にノアのジュニア選手の時に早田選手が一番気になったんですよ。その動きとかもそうなんですけど、なんですか、その見た目とかその選手が持ってる雰囲気ですよね、オーラっていうのも僕すごい早田選手気になったので、ここはね 1.8 でも対戦した、石森選手と早田選手が今度は、もう1対1のシングルですよね、の真っ向勝負ということで、いやこれも絶対いい勝負になりますよね。なんかいやこの2人やったら絶対手が合うと思うんですよね。本当にこのカードは見てみたいですね。第4試合が、杉浦選手 VS 鈴木みのる選手ということで、まあ、こちらはね結構もう鉄板カードかなと僕は思ってます。1.8 でもその X がね矢野選手ということで、結構その試合の流れが、新日本風になるんですけど、この杉浦選手とミドル選手っていうのはもうお互いに個人的にかなりバチバチね、やり合っていて、まあ年もね結構2人とも近いということがあって、あと杉浦選手っていうのはね元鈴木軍メンバーで加入していながら、まあ鈴木軍を裏切って最後は鈴木みのる選手ねこうシングルマッチやったっていう、結構そういう因縁もあるので、まあこの2人のシングルっていうのはもう絶対手が合うし、そういう歴史もあるので、もうこれは鉄板かなって僕は思いますね。石井選手稲村選手とはまた違った意味での怖いゴツゴツした感じの、勝負が見れそうだなと思いますね。はい、で第5試合が、小川選手 VS ザック選手。はい、もうこちらもねもう鉄板ですよね。本当はねこの試合は、スペシャルシングルマッチじゃなくて、それこそなんか、グラップリングルールみたいな、サブミッション限定マッチでもいいのかなと思うぐらいの、まあ、攻防かなと思ってるんですけど、まあ、ザック選手と小川選手って実はその昔ねノアにザック選手がね留学生として上がっていた頃に、ザック選手と小川選手っていうのはこうタッグをね組んでいたり、あとザック選手の、まあ、言ってしまえばお師匠様が小川選手みたいなところがあるんですよ。で小川選手もザック選手の才能を見込んでタッグを組んでいたっていう経緯もあって、でこの 1.8 でもねこの2人はタッグでやり合ってるんですけど、もう終始ねザック選手がすげえ楽しそうにもうニヤニヤしてるんですよ。目がね本当リンリンと輝いてるんですよ、ザック選手。だからザック選手も、まあ、小川選手とか丸藤選手とやり合えてすごいね楽しかったと思うんですよね。っていうのもあって、ここはもう指定対決ですよ。はい、もう小川選手にもう今のザック選手はこんなに大きくなりましたよと、あなたのおかげでザック選手は世界最高峰のレスラーになりましたよと、世界最高峰の技術を身につけましたよということを、これはもうお師匠様に見せましょう、ここで。はい、ということで第5試合にこのカードを組み出した。この第6試合以降がついに、ベルトをかけた、ね、戦いでございます。まあ、今回ね、1.8 ベルトをかけた勝負っていうのがね一試合もなくて、まあ、そこも少しね、残念な感じはあったんですけど、やっぱりねこうなんですか、会社と会社が絡んだ場合って、このベルトをかけてしまうとお互いに非常にこうなんですか交渉がややこしくなるということがあるので、まあ、個人的な妄想なので、まあ、そういう大人の事情っていうのは一切考えてないんですけど、まあ、実際にやっぱこのねノアと新日本が対抗戦を行う場合っていうのは、このベルトをかける場合って、まあ、どちらかが負けた場合はつまりそっちの団体にベルトが流出することになるので、まあ、っていうのがあってなかなか、ベルトをかけた勝負っていうのは難しいんですけど、まあ、今回はその辺はね、全部省いて考えています。で第6試合が、イービル選手 VS 塩崎剛選手ということで、まあ、イービル選手現在ね、新日本プロレスのネバー2冠王者でもありますし、あと 1.8 でねこの2人っていうのはタッグでやり合っているので、まあその何ですかね、イービル選手からすればリベンジマッチみたいな感じですよね。はい、あとねこの試合で僕ちょっと思っているのが、その塩崎選手ってもうまっすぐね試合をしてくれる方で、まあ、あのチョップとかもねイービル選手相当痛がってたので、ここはちょっとね今非常にねヒートが溜まっているイービル選手に、塩崎選手が正義のチョップをね、振り下ろしてイービル選手を更生させてほしいっていうね、まあ、儚い願いもあるわけなんですけど、まあ、それとは別にしても単純にこの2人の試合っていうのはすごい僕見てみたいですね。単純にやっぱ試合スタイルが真逆のね2人なので、逆にこういうね試合スタイルが180度違うレスラーとレスラーが絡むと意外とねこの面白い化学反応が起きたりもするので、この試合結構僕はね楽しみにしてますね。はい、で次の第7試合がデスペラード選手 VS 陽平選手ということで、こちらは IWGP のジュニアヘビー級格闘ね戦いになりますね。まあデスペラード選手はね現在新日本ジュニアの最高峰ということで、まあ、1.8 見たら分かるんですけど、デスペ選手と陽平選手がすごいなんかお互いねまた、やりたそうなコメントを出してたんですよ。まあ、陽平選手はねお前馬娘やりすぎだみたいなことも言ってたんですけど、やっぱSNS の絡み見てるとねちょっとまたネクストがあるんじゃないかっていう風な想像もできるので、この2人をねちょっと組んでみましたと。はい、で第8試合が、丸藤選手 VS ウィル・オスプレイ選手。こちらがですねブリティッシュヘビー級選手権ですね。はい、まあ、これ僕個人的に
一番見てみたいカードというか、ぜひ 1.8 で実現してほしかったカードの一つなんですよ、これって。まあ、丸藤選手は正直選んでほしいレスラーめちゃめちゃたくさんいるんですよ。それこそ例えば問題発言をして、まあ、一部では干されたんじゃないかって噂も流れている王冠様とも絡んでほしいですし、あと棚橋選手のシングルマッチとかも見たいですし、もちろんその岡田選手のシングルマッチとかも見たいんですけど、ただ僕が今一番見たいカードっていうのがこの丸藤選手 VS オスプレイ選手なんですよ。でこれ 1.8 の対抗戦が決まった時ですよね。その対戦カードが発表される前にオスプレイ選手自身が結構丸藤選手とやってみたいっていう風なことを海外のインタビューで語ってたんですよ。で実際のオスプレイ選手が丸藤選手に対してちょっと丸藤やろうぜみたいな、まあ、ツイッターをねしたんですよ。で丸藤選手もそれに対して反応していたので、この2人多分お互いにすごい興味がありそうなんですよね。まあ、その 1.8 にね、そもそもやっぱエンパイアっていうのが一人も参戦していなかったので、まあ、ここはやっぱエンパイアの大将がプロレス界の天才丸藤選手と、シングルマッチでね、オスプレイ選手が今現在持っている、ブリティッシュのベルトをかけてやってくれたら、もう僕は本当にもうそれだけで僕はご飯3杯いけますね。はい、この勝負は本当に見てみたいですね。はい、で第9試合が、棚橋選手 VS 武藤選手の IWGP US ヘビー級選手権。まあ、このカードもね、もう言ってしまえば鉄板カードかなと思いますね。はい、棚橋選手と武藤選手、プロレス界のレジェンドですよ。レジェンド2人しか、もともと武藤選手の付き人が棚橋選手ということで、もうこの2人因縁とかね、歴史しかないわけなんですけど、さらにですね、この IWGP US っていうのはやっぱりアメリカのね、US ってついてるぐらいなんで、その海外を、中心に見据えたベルトなわけなんですよ。でそんな時にやっぱり武藤選手って一番の適任かなと思ってるんですよね。やっぱ武藤選手といえばもう、まあ、グレート武田としても非常にこう海外の知名度も、高いレスラーなので、もしじゃあ仮に武藤選手が IWGP US 取ったとしても、まあ、武藤選手であれば全然ね、この海外の知名度の高さからして、まあ、海外遠征行ってなんかこう海外の方で、ベルトをねかけた防衛戦とかやっても非常に面白いと思うので、まあ、そういう意味でも僕はこの棚橋選手 VS 武藤選手っていうのはもう IWGP US にぴったりかなと思いますね。はい、で第10試合が、ケイン・オー選手 VS 内藤選手のこれ、GHC ナショナル選手権ですね。まあ、ここは本当にもう何ですか、もうロスインゴ VS 混合の、対照勝負みたいな感じですよね。 1.8 第8試合で、まあ、一番盛り上がったと言っても過言ではない、ロスインゴ VS 混合のユニットマッチのもう最終到達点ですよね、これは。はい、まあ、ケイン・オー選手なんかは結構ねノーコメント問題とかでちょっとした騒動はあったわけなんですけど、もうここはケイン・オー選手と内藤選手が一騎打ちですよね、やってもうどっちが強いのかをね、もうはっきりさせてほしいなっていうふうに思って今回このカードを組みました。このカード実際組まれたら、おそらくその試合内容もそうなんですけど、お互いのこの言葉を使った勝負というのもね、非常に盛り上がる雰囲気しかしないので、この対決もぜひね見てみたいですね。はい、で次がダブルメインイベントの第11試合が中島選手 VS 高木選手の GHC ヘビー級選手権ということで、まあ、こちらもねロスインゴ VS 混合のもうトップどころ対決ナンバー2なわけなんですけど、僕はそのおそらく試合内容で言ったらこの中島選手高木選手の試合っていうのが一番期待できるかなと思いますね。この試合か、あと丸藤選手 VS オスプレイ選手の試合が、純粋な試合内容っていう意味では一番期待できるかなと思ってるんですけど、まあ、この中島選手と高木選手の試合は僕ね本当に見てみたいです。まあ、1.8 の前哨戦でもちょっと2人交わったんですけど、中島選手の蹴りと高木選手のこのチョップのお互いのやり合いっていう部分が僕すごい気に入ってて、この高木選手のラリアットを中島選手が蹴りで打ち落とすっていう部分も、おいおいマジかよやべえなあの蹴りっていう風に僕思って見ていたので、この2人はぜひね1回シングルでもうバッチバチにやってほしいなと思いますね。もう本当に今が、旬の2人と言っても過言ではないので、もうこの2人が今ね全力でやったら本当にもうベストバウト間違いないぐらいの試合っていうのが期待できるかなと思います。なのでこの2人の試合っていうのは本当にね、見てみたいですね。ちょっとなんとかして実現できませんかねこれ。まあ、本当に言ってしまえば新日本とノアのトップ VS トップになるので、本当頂上対決みたいな形になるので、まあ、この試合で勝った方が、団体の勝者みたいな見方もされるぐらいの、まあ、非常にこう緊張感とヒリヒリ感と試合内容が伴った、もう本当にメインイベントにふさわしい、試合になるかなと思ってます。
はい、でまあ、そんなね試合と肩を並べるのが、ダブルメインイベントの第12試合、岡田選手 VS、清宮選手のこちらが IWGP 世界ヘビー級選手権ということで、まあ、こちらがね、実質のメインイベントっていう風にしたんですけど、まあ、この試合に関して言うと僕は正直、まあ、そのさっき言った、中島選手 VS 高木選手みたいないい勝負になるとは思ってないんですよ、うん、あの中島選手と高木選手は結構僕はあの力関係がねあのお互い結構近い場所にねいるかなと思ってるんですけど、この岡田選手と清宮選手に関してはあの現状ですよ、現状をやっぱり僕は岡田選手の方がだいぶ格上感あるかなと思うんですよ、うん、でもどうしてじゃあこの2人の試合がこの2人の試合をメインイベントにしたのかっていうと、これはもう完全にあのプロレス界の未来をより明るくするために僕はこの試合っていうのをねちょっと組んでみたんですよ。やっぱ岡田選手こそがもう日本プロレス界の顔みたいな部分が今あると思うんですけど、まあ、清宮海斗選手っていうレスラーも、日本のプロレス界の高台になるような、レスラーっていう認識が、ね、あるので、 1.8 の対抗戦のメインイベントっていうのを僕はあの武藤選手、棚橋選手と岡田選手の3人が、清宮選手の背中を、押してあげるような試合っていう風に僕は見ていたんですよ。あの試合の主人公はね、清宮選手かなと思っているんですけど、もうその主人公物語の最終到達点がこのシングルマッチですよね、うん、本当に清宮選手がもう岡田選手に並ぶ、あるいは岡田選手を超えるような日本プロレス界のトップになれるのかどうかっていうのが、まあ、この試合を通して本当に見えてくるのかなとは思うんですよね、うん、ただね、まあ、やっぱ岡田選手というのはね簡単にね、攻略の壁ではないですし、攻略って欲しくないともね僕はやっぱ思ってますので、まあ、この試合ね、結果岡田選手にねぜひ勝ってほしいんですけど、まあ、もう非常にこのプロレス界にとって、非常に重要な一戦になるかなというふうに、僕は思ってます。はい、というのが、僕が個人的に思う新日本とノアのドリームマッチ全12試合ということなんですけど、もうこれね、あの異論は大いに認めます。本当にそもそも今回全部シングルマッチなんで、あ、タッグとか全くなかったので、そもそもあの興行としてはね、欠陥興行なんですけど、ただ単純にまあちょっと僕がね今現状を思うドリームマッチというのがこの全12試合になりました。まあ、他にもね、いや、この選手とこの選手の試合見たいよとか、あの選手も入れてくださいよみたいなコメントもどんどんね、歓迎してますので、ぜひね、コメントもどしどしお待ちしております。はい、というわけで今回のお話は以上になります。僕の動画ではこんな感じで、新日本プレスに関するね考察、速報、情報なんかの動画をねどんどん発信していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。あと僕に話してほしいリクエストとかありましたら、YouTube のコメント欄、あるいは Twitter の DM にね送っていただけると、もしかしたら動画にするかもしれませんので、リクエストも募集しております。あとノートと、メンバーシップ限定動画もやってます、こちらですね概要欄に URL 貼ってますので、ぜひ一応チェックしてみてください。はい、ではまた次回の動画で会いましょう。以上。 We'll be right back.